上皇后というのはどういう
にはおもちゃの武者修理ですけど、基本的にはこの東大阪の中で、まあ、持ち込んでいただいた壊れたおもちゃっていうのを、まあ、無料で、まあ、完全ではないんですけど、まあ、基本無料で修理して、まあ、で現在、まあ、このイベントに参加させていただくことになったんですけど、そこのエレベーターの前あたりで実際にその万能調理器具を使った焼き物の販売を行ってます。東大阪ものづくりミュージアムのオープンです。どうぞ。生徒の名を取り入れて